いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年式ポルシェカイエンターボを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、フロントガラスに飛び石、左リア以外のドアエッジに傷、リアバンパー複数箇所に線傷、右フロントアルミホール、右リアのアルミホール、左リアのアルミホールにガリ傷、左フロントドアにへこみがございます。走行距離に関しましては、約29000キロ走ってるお車です。ボディカラーはキャララホワイトメタリック、インテリアはブラックレザーが採用されております。ポルシェの SUV 車両として圧倒的な存在感を放つカイエン、その上級モデルとなるカイエンターボでございます。こちらのお車は SUV 車両らしい迫力あふれるエクステリアデザイン、上質なインテリアに加え、ターボの圧倒的な走行性能が組み合わさった一台となっております。また、ポルシェマストオプションであるスポーツクロノパッケージや、ベンチレーター、サンルーフ、純正21インチのアルミホールをはじめ、オプションも数多く装備されたお車です。エンジンは 4.8 リッター、V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は520馬力でございます。ヘッドライトに関しましては LED が採用され、夜間走行時も安心してお乗りいただきます。また足元には純正21インチのアルミホールと、レッドキャリパーにより迫力あふれる足回りとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々とした空間が確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。エンジン始動に関しましては、ポルシェエントリー&ドライブシステムが装備されておりますので、鍵をポケットに入れたままでのエンジン始動が可能です。インテリアに関しましてはブラックレザーシートが採用されております。運転席助手席若干ではございますが、使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールにより、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正 PCM ナビゲーションが装備されております。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはスポーツクロノパッケージによりスポーツプラスモードが追加され、より刺激的なドライブが可能です。サスペンションに関しましては3段階での変更が可能です。さらにはエアサスペンションが装備されたお車ですので、車高の調節も可能な1台となっております。フロント両席にはシートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。さらにはサンルーフやボーズ製のスピーカーなど、快適装備が充実したお車です。またセンターにはスポーツクロノパッケージによりスポーツクロノが装備され、特別感のあるお車となっております。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが、使用感がございます。また後部座席にもシートヒーターが装備されたお車です。今回は2017年式ポルシェカイエンターボを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約29000キロと低走行な1台です。数多くのオプションによりワンランク上のお車となったカイエンターボでございます。こちらのお車に関しましては大きなボディではございますが、520馬力を発揮するエンジンと8速のオートマチックシフト、4輪駆動システムにより力強い走りが可能な1台です。また純正の PCM ナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、クルーズコントロールなど数多くの快適装備が施されておりますので、長距離ドライブも楽々行うことが可能です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。